はい、どうも、リュウです。今日はね、言いたいことがあって言わせてもらおうかなと思って動画にしたんですけど、佐々木さんの、いろんな最近コラボとかしてるじゃないですか。そのコメントとかで、そのコラボ相手に関して文句を言ってる人とか、小山さんのこととかでも佐々木さんのコメントで小山を詰めてくださいとか、アンチは別にいいと思うんですよ。人それぞれ考え方もあるし、好き嫌いもあるし、アンチコメントを過激じゃなければね、その本人のところに書くのはいいと思うんですけど、その佐々木さんの方とかに、小山を詰めてくださいとか、それはちょっと違うんじゃないかなと思って、まずそもそも詰めてくださいとか頼むのすらおこがましいというか、例えば誰々とコラボして佐々木さんの男としての格が下がるとか、そんだけね、自分が冷たいと思うんだったら自分がそこの本人のところでアンチコメント書けばいいだけであって、それをコラボ相手に頼むっていうのはちょっと違くないですかって思ったんですよね。実際、正直言って最初コラボ動画を見た時、編集させてもらって見た時とかも、なんだこいつと思いました。自分もね、小山さんとかに対しても思ったけど、その周りがそういうとやかく言う必要はないと思うんですよね。で、実際最初はね、俺も思ってたんですけど、最近小山さんの動画とかを見てて結構好きになってきたんですよ。なんか面白いなと思って、エンターテイナーとして見てればめちゃくちゃ頭もいいし面白いなと思って見てんですけど、最近は人が言ってることが全部が嘘だとしても真実だとしても、その辺はね、自分には分からないんであれなんですけど、それも一種のエンターテインメントとして見れば面白いかなと思って自分は見てるんですけど、嫌いな人もそれはいると思いますよ。アンチなんて誰にでも絶対いると思うんで、アンチが悪いとかじゃないんですけど、それをコラボ相手に言うのはちょっと違うかなって思います。ゆうやまさんにしても、コラボ動画的にめちゃくちゃなんか書いてましたけど、皆さん、あの人がね、俺は何を、なんでそんな叩かれてるか全然知らないんですけど、それとコラボした佐々木さんとまた全然関係ないじゃないですか、その話と。それはそれ、こっちはこっちじゃないですか。ああいうのもなんか違うと思うんですよ。好きなら好きで、ね、別に、だからって相手をそこまで悪く言う必要もないし、好きなら好きで見てればいいだけじゃないですか。マッチは別に、自分は全然いいと思いますけどね。正直、ね、俺も楽ちんって人は苦手ですし、苦手っていうか、会ったこともないんでね、あれなんですけど、正直、生理的に無理なタイプなんですよ。そんな感じで、ちょっといろいろ思うことがあったんですけど、あとね、話めちゃくちゃ変わるんですけど、最近ごちゃん見てるって言ったじゃないですか。江戸川区のスレとか見てて、こういろんな人の名前とか出てるじゃないですか。で、ちょっと俺の親父の名前とか出るかなと思ってちょこちょこ見てるんですけど、全く出ないんですよ。自分の父親は、キラー連合の総長をしてたっていう話を聞いて、それもちょっと曖昧であんま覚えてないんですけど、 ICBM か白竜かのどっちかだったと思うんですけど、ちょっとね、その辺ぶっちゃけたらなんかあんまり信じてないんですよ。スレとかで名前出ないな、多分世代もね、だいぶ上なんで、それにしても全然見たことねえなと思って、その辺のちょっと詳しい人から情報を聞きたいなと思って。星もね、何歳なんだろうって分かんないですよね、自分の父親の年齢も。でも、もともと葛西三中かな、三中出身だったと思うんですよ、父親。自分はもともと東京の時の中学は南葛西第二なんですよ、南日中なんですけど、山中でも頭を押してたっていう話は聞いたことあって、そっちは多分本当だと思うんですよ。山中の頭っていうのは本当だと思うんですけど、代々こう山中の頭が引き継いできた長卵みたいなのがあるらしくて、でその長卵に自分の父親の名前が入ってるっていうのは聞いたことがあるんですよ。なのでそれはちょっと本当だとは思うんですけど、キラー連合の総長っていうのがね、なんかにわかに信じられないっていうか、その現役時代ですか、父親が4フォアを乗ってたらしくて、フォアで走ってると自分の父親の音だって分かるぐらいの音だったらしいんですよ。それもね、ちょっと漫画の世界かなって思っちゃうとこがあって、なのでちょっとキラー連合系のちょっと詳しい人って誰かいないかなと思うんですけど、
自分の父親はあの高橋って言って、周りからはなんかノブくんとかノブちゃんみたいに呼ばれてたらしいんですけど、ドラゴンの関係の人のなんか高橋ノブなんかそんな名前の人がいて、最初自分の親父じゃねえなとか思ったんですけど、まあ、全然違う人だったんですけど、そのキラー連合関係でちょっと詳しい人ちょっと教えてほしいなって、そんなやついなかったよとか、あいたいたみたいな、なんかそういうちょっとでした情報でもね教えてほしいなってで、まあ質問でもねちょっとあったんですよ。どこの組にいたんですかみたいな質問があって、組織名はさすがに自分も辞めた人間なんで、出す気もないんですけど、まあ、とりあえず自分が入ったのは5代目の山口です。5代目山口の三次団体に入ってましたね、まあ、今はもう直参上がって二次団体になってるらしいんですけど、まあ、それが今6代目か候補山口かその辺は伏せときますけど、自分が組織に関して言えるのはそのぐらいですかね。自分だけのことならいいんですけど、組織に関して言っちゃうとね、やっぱ周りの人にも迷惑かけちゃうし、やっぱり自分もいる時お世話になってるんで迷惑かけたくないんで、その辺詳しくはまあ言えないんですけど、でも自分もねそういう完璧足洗って、まあヤクザだけじゃなくてそういう裏の仕事すらもしてないんで、今は自分がしてきたそのグループとか自分がメインで下に何人かいてやってきた仕事とか、こう自分がしてきたことはいくらでも全然話せるんですけど、自分よりこう上がいるところのあんまり話したくないなっていうのがあって、まあ、今日はちょっとそんな感じでどうしてもちょっと言いたいのと、ちょっと親父の情報を知りたくて、で、まあ、次はね、まあ、自分の飛行に走った原因とかその辺を話していこうかなとは思います。で、まあマッドマックスさんとねコラボ企画みたいなのもちょっといろいろ計画があってしようかなと思ってるんで、まあ、もし興味がある人はまたチャンネル登録お願いします。では。